もしもし。お疲れ様です。50時間ぐらい飯食ってないですよ。聞こえます？もうね、グルテクなのにグルメがないんすよ、一回も。だから、はい、それを紹介して、うん、他の人もあそこ面白そうだね、行きたいなっていうところにを選んでもらえればいいと思いますよ。わかりました。そのチェーンとかじゃなくて、うん、そうですね。だから吉野家とか行きませんよ、さすがに。チェーンだったとしても、ご当地チェーンというか、あ、はいはい、にはない。で、いいっすかね。はい、まあ、なるべく安く抑えるんで。はい、ということで許可が出たので、じゃあ出発しましょう。山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。なんか五光が差してないですか。五光がこれから行く岩手にウェルカムされてんのか、宮城県に頑張ってねって言われてんのか。だってお魚釣れなかったもん、宮城県。ちょっと釣り方考えなきゃいけないですよ、やっぱね。今んとこ三刀流でやってんすよ。あのメバリング的な、アジング的なやつもやりながら、シーバス狙いながら餌釣りやってんすけど、巻き絵とかもあった方がいいのかな。まあ、また買うの大変だよね、巻き絵を。また金かかっちゃうな。なんやかんやでもう岩手県ですよ。ただ岩手が多分相当広いんで、今日一泊するけど、もしかし明日も一泊の可能性ありますよね。いろんな人と会うことになっていたら。今日は陸前高田、今入り口のとこなんて、岩手の。そこから内陸の人にやって、もう一回沿岸の方に戻って、沿岸の人、沿岸の人みたいな感じで行ければ、まあまあ効率いいかなと思うんですけど。でもちょっと岩手の間に決めなきゃいけないのが、青森行った後のフェリーをどっから乗るかなんですよね。青森港から乗るか、津軽港から乗るかだけどな。まあなんか二択あるんですよ。で、函館行くか苫小牧行くかみたいな。もしかしたらフェリーが一番のんびりできる時間なのかもしれないね。何時間ぐらいなんだろう。今までずっと運転している以外は釣りしてこの車内で寝てるっていうだけだもんね、基本的に。一回あれだね、茨城で神社に行ったけどね、大きいところ、なんだっけ、磯前神社だっけ。まあガム食ったり飲み物飲んだりしてるだけでだいぶ気紛れてんだけどね。50時間も食ってないようには自分の中では感じてない。それから今気仙沼と南三陸って書いてあったんだけどさ、一回降りてフカヒレ食いてえな。気仙沼南三陸って言ったらもう海鮮死ぬほどうめえとこだもんね。食いてえなー。くそー。でもさっきね、その地元の美味しいんだったら食べていいって言ってたからね。それを紹介して、うん、他の人もあそこ面白そうだね、行きたいなっていうところにを選んでもらえればいいと思いますよ。まあ、なるべく安く抑えるんで。はい、全然。で1万円とかはダメだと思うけど、さすがに。だからやっぱり一発どっかでグルテクはしなきゃダメだね。グルテクしなきゃダメだよね。いや、さっきのあのファンの子のお母さん可愛らしい人だったな。できないですね。ちょっとカメラ回ってるんですけど、じゃあお母さんの顔なるべく映さないようにしますね。よいしょ。はい、お母さんとさ喋ってるとやっぱこうほっこりするんだよね。そう考えたらさ、やっぱ会いに来てよかったなと思うよ、本当に。なんか俺秋田がさ結構実は楽しみにしてたんだよね。おじとも会えるかなとか。ずっとさもう10年ぐらいさ帰れてなかったの、秋田には。今考えれば生きてるうちにさ一人で行ってもよかったなと思ってて、じいちゃんばあちゃんが。で、
じいちゃんが2020年亡くなって、ばあちゃんが2019年亡くなって、俺すごいじいちゃんばあちゃん子だったから、で、まあ、生まれた場所でもあるっていうのもあるんだけど、俺にとって田舎っても秋田しかないからさ、毎年小学生の時なんか秋田帰るのが楽しみで、それこそ当時はさ、寝台列車でさ、弟と二人で行ったりとかしてさ、ものすごい号泣するぐらい、応援するぐらい悲しいのかなと思ったけど、向こうの世界行ってもじいちゃんばあちゃんも元気でいるんだろうなっていうのをなんか思ってさ、もっと俺頑張ろうって思えたんだよね、その時も。だからものすごいね、また力もらったんだよね。お墓の、お墓っていうかそのお寺の横までは行かせてもらって、手合わせることができたらなって思ってます。自分にもなんかね、東北の血が流れてんだなって思って、やっぱりこう宮城県入った時からちょっとワクワクしてたんだよね。岩手行くとなんかもっとワクワクする、もう横が秋田だと思うから、東京で育ったから自分は秋田の人間だっていう胸張っていう感じじゃないけど、なんか秋田県って聞くとね、思い出すね、いろんなこと。ばあちゃんの方もおじいちゃんの方も兄弟多くて、多分親戚、遠い親戚っていうかいっぱいいるんだけど、あんまり親戚とも会ったことなくて、まあ、だから一番近いのは母親と母親の兄貴ね、おじさんの子供たちの中では、まあ俺が一番年は全然上だから、で、うちのじいちゃんばあちゃんにとっては俺が初孫だから、孫がトータルで何人だ、3人だから5人のかな、じいちゃんばあちゃんにとっては。孫が5人もいて、じいちゃんばあちゃんが生きてるうちにひ孫も見せてあげたかったなと思うけど、まあでも妹がね、だから写真だけは多分ひ孫もばあちゃんもじいちゃんも会えたと思うから、妹に感謝しなきゃなと思うね。そういうところは、まあ俺そんなん言ってたらさ、ダラダラしてたら母親に孫見せてあげることができないのがちょっと寂しいなと思うね。まあそれも妹がもう見せたからいいんだけどさ。トンネル開けたらどうなるのか、乞うご期待。トンネルって何か、何かこう秘めたものがあるよね。トンネル出るとどうなるのか、果たしてトンネルから出た運命とは。単純に声が変わる。すごく高齢者で、建築やって、もうそのおじさんがついてそのままやってんだけどさ、
しかも五光差してんじゃん。ねえ、もうこれね絶対違うと思う。どこ向かってんだろう。腹減ったなマジで。ごめん黙っちゃったよ、カメラ回してるくせに。山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。